HC ディナモモスクワは、ロシアモスクワを本拠地としている、アイスホッケークラブ。現在は、KHL のウェスタンコンファレンスに所属する。2010年に、HC、MVD と合併された。旧ソ連の時代を含め11回の優勝歴を持つ。2012年と2013年のカガーリンカップ覇者。ディナモモスクワは、アイスホッケーのほかサッカー、バスケットボール、 女子バレーボールも競合となっている。FC ディナモモスクワはシーズン2015-16をロシアプレミアリーグ再開で終了し創設以来初めて2部に降格した。アイスホッケークラブディナモは1946年11月22日に創設された。ディナモはソ連で最初のアイスホッケークラブでもある。1946年12月22日、 ディナモはクラブとして最初の公式戦を行い、ボドニク・アルハンゲリスクに5対1で勝利を収めた。ソ連リーグの創設最初のシーズン1946、47にディナモはソ連で最初のチャンピオンになった。ディナモが次にソ連チャンピオンとなったのは1953、54年のことで、この時の監督はディナモのレジェンド、アルカージチェルニショフであった。 3回目にリーグ優勝を果たしたのはソ連崩壊直前の1990年のことで1954年以来36年ぶりの優勝となった。90年代はディナモの黄金期で1990年から1993年まで4年連続でリーグ優勝を成し遂げる。1995年にも優勝したが、この時はソ連リーグではなく、アイル、 インターナショナルホッケーリーグの優勝だった。2000年にディナモは5年ぶりのリーグ優勝を達成。この時チームを率いていた監督はかつてディナモの選手だったジントラビリアレディノフであった。シーズン2004、0 5は特別なシーズンとなった。NHL のロックアウトのために多くの海外の選手がロシアに渡航し、ロシアリーグに加入した。デトロイトレッドウングスに所属するパベル脱力は、 ディナモに入団し、活躍を見せた。また、この時のディナモには NHL に移籍する前のアレクサンドル・オベチキンが在籍しており、リーグ優勝を果たす大きな原動力になった。2008年にロシアスーパーリーグを母体として、KHL が発足すると、ディナモはそのまま KHL に加入。ウエスタイ・コンファレンスに所属し、リーグ全体の競合としての地位を占める。ノート、 GP イコールゲームズプレード、W イコールウィンズ、L イコールロッサス、T イコールタイズ、イコールオーバータイム、シュトウトロッサス、パーツイコールポインツ、GF イコールゴールズ4、がイコールゴールズアゲンストディナモには、KHL 以外にも、下記のファームクラブがある。HC ディナモバラシ派は KHL のマイナーリーグに、当たるスプリームホッケーリーグに所属する、ディナモモスクワのファームクラブである。 バラシ派は、モスクワ州の東部にある町で、ディナモ・バラシ派の本拠地は、アリーナ・バラシ派である。シーズン2015、16は、定期試合を、全26チーム中12位の成績で終了し、プレーオフにも進出した。2015年12月28日、ディナモ・モスクワの監督だったハリス・ビトリンスがシーズン、半ばで解任され、ディナモ・バラシ派の監督だったセルゲー・オレイシキンが、 ディナモモスクワの監督に就任した。HCMVD は20歳以下の選手がプレーするジュニアホッケーリーグに所属するディナモのファームクラブ。2010年にディナモと合併して解散した HCMVD と同じ名前だが別のクラブである。MVD とはミニスターボベニュートレニークデルのことであり、かつてディナモが内務省の支援を受けていたことに由来している。 SHL のディナモバラシュ派と同じくバラシュ派を本拠地とする。シーズン2015-16の成績は中の下といったところで JHL のウエスタンコンファレンス15チーム中10位の成績でシーズンを終了しプレーオフには進めなかった。ありがとうございます。